二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日はですね、2018年の繁盛のポイントということで、そういうテーマで話していきたいんですけれども、はい、まあ、もうこれを配信する頃には、まあ、12月の後半ぐらいになっていると思うんですが、はい、まあ、2017年いろいろありましたよね。そうですね、いろいろな業界で、はい、ニュースがあったと思うんですけど、うん、でそれを踏まえて2018年この店舗業をしている、人たちは、うん、でどんなことを意識していけばいいのかっていうところで、うん、2018年の指針となるようなお話をしていけばいいかなと思うんですが、はい、どうですか、2017年、あの二藤さんの中でこう印象に残った出来事とか、うん、なんかこうちょっと時代が変わってるよねっていう部分とか、うん、あったら教えていただきたいんですけれども。そうですね、まあ、まず1個目言えることは、まあ、ファッションブランドとかを見ててもその相当コラボっていうのが、コラボレーションが増えたなっていうところですかね。例えばまあ代表的な本当にインパクトがあったのは、そのルイ・ヴィトンとシュプリームっていうラグジュアリーブランドとストリートブランドっていう、まあ、本当相反する、ブランドが、コラボしたっていうところですかね、まあ、それプラスいろんな、それぞれ、まあ、シュプリームはいろんなものとコラボもしてますし、まあ、ルイ・ヴィトンもあのいろんな、まあ、アートの人だったりとか、まあ、他のブランドとのコラボもあったし、まあ、そういったコラボっていうのが全体的にファッションブランドもそうですけども、まあ、店舗業界においてもなんかいろんな、バーと、まあ、床屋さんが、代官山にもルドローブランドって店もできてたりとか、まあ、そういうコラボのお店もなんか増えたなっていうのは感じましたね、うん、はい、コラボレーションというか、はい、まあ、僕もあのこの間あのギャルソンか、うん、コンバースがコラボしてスニーカー出してたんですけど、うん、お店行ったら売り切れてて、はい、でも予約もできませんと、いつに言うか分かんないし、はい、本当に、まあ、なんかごめんなさいみたいな感じだったんですけど、うん、本当にコラボって多いですし、多いですね、あとやっぱりお客さんもねすごくそこがこうなんだこう、まあ、驚いて新鮮でこう買ってくれたりとかっていう、うん、本当にコラボ多いですよね。そうですね、最近も僕もあのオンラインで買おうとしてもしようと思って全然買えなかったんですけどあのオフホワイトのバージル・アブローっていうデザイナーとそのナイキが組んで、あのザ・テンっていう企画があって、でそれはあの今までジョーダン1とか、あとエアプレストとか、フォース1、エアフォース1とか、その、まあ、ナイキでいう結構こう代表的な型のスニーカーに対しをデザインして、売り出したんですけど10個、うん、まあ、それがあのいろんな、ね、店舗で先駆けて売れてたんですけど、もう相当並んで抽選券も配られて、買えなかった人もすごく多くて、で最終的にオンラインショップで今回売ってたんですけど、最近、まあ、それも全然買えなくてっていうことがありましたね。でその後に、ね、なんか倍間とかで調べると2倍とか3倍で売られてる、すごいそれを見るとちょっと悲しい、びっくりしました。ジョーダン1のそのコラボのやつはもう10倍になってました、ね、2万なのやつが20万とかで売ってましたね。すごいですね。あ、まあ、別にオフホワイトが好きなわけじゃないんですけど、でもやっぱあのコラボナイキ自体は僕は好きですし、あのすごくセンスのいいあの商品になってたんで、ちょっと欲しいなって思って軽い気持ちで買おうと思ったんですけど、全然買えなかったっていうですね。なんで本当そういう風なコラボってすると、そのオフホワイト好きもそうですし、オフホワイト好きもナイキのことが気になるし、ナイキ好きはオフホワイトのことが気になったりとか、まあシュプリームと、ルイ・ヴィトンなんていうのは多分ルイ・ヴィトンを好きな人たちってラグジュアリーな、ブランドが好きだと思うんですけど、そういう人たちもシュプリームってなんだろうっていう風に気づけてたりとか、まあ、そういう風になんかお互いのファン層にリーチはかけられる。なんで今後どんどん発展していく上では相当なきっかけにはなるんじゃないかなと思うんですよね。うん、確かにそうですよね。それを
きっかけもしかしたら初めてこうヴィトンのね商品を買ったとか、うん、シュプリームの商品買ったっていう人も出てきそうですし、うん、お互いにとって相乗効果もありそうですし、うん、やっぱりこうまあどの業界でも売りってきっと大事だと思うんですけど、うん、自分一人、まあ、自分だけの自分のブランドだけでは、うん、なかなかその新しいものを生み出すのが難しくなってるんですかね。そうですね、難しいですよね。だってこんだけお店があるし、こんだけ世の中情報が溢れているわけなんで、うん、オリジナリティを出すのって相当難しいですよね。ファッションだってじゃあ全く新しい服なんか作れないですから、うん、作れない。だったらね、うん、まあ、その努力もしつつ、うん、じゃあ他のブランドとコラボして、そうですね、それだけで新しいですもんね、うん、ブランドの堺もね相当最近コラボして、ね、同じ名前ですけど、ポーターとかでもコラボしてる、ね、ポーター最近最新のやつはポーターでしたね。あれジャケット買おうかなと思ですよ。なんか好きそうだなと思って僕がノースフェイスの買っちゃいましたけど、実は買ってましたよね。買っちゃいましたけど、堺もすごいですね。堺も最近コラボばっかしてますけどね。あれはでも本当にいい例だと思いますね。うん、やっぱあのファッション業界って先駆けて世の中のなんか最新最先端だったなと思うんですけど、まあ、僕らもやっぱそのコラボレーションっていうのは今後も考えて、まあ、実は2017年の時にもこういう話をした時にコラボが結構鍵ですよみたいな話してたと思うんですけど、やっぱ今後やっぱ来たなっていう感じがするので、時代を先読みしてたそういうわけじゃないですけどね、まあ、世の中アメリカとか欧米とかがそういう流れもあったんで、まあ、確実に日本にも来るなと思ってましたけど、まあ、まだでも日本ではねそんなちゃんとしたコラボレーションできてるお店って少ないと思うので、まだまだ2018年っていうのはやるといいんじゃない、先駆けてやるといいんじゃないかなと思いますけどね。うん、本当に何ですかね、まあ、一時的なこうブームなのかもしれないですけど、うん、ただ時代はの、まあ、トレンドですよね、うん、今すごい見ていて面白いなというか。そうですね、うん、だからお店を、まあ、僕もハンバーガー屋さんとねコラボしたお店を2017年中に出したかったんですけどそうです、ね、まあ、もうちょい出せるってとこまで行って出せなくて悔やまれたんですけど、まあ、2018年には実現したいなと思いますし、アパレルとのコラボもそうだし、そのやつを今後も出していきたいなと思ってますね。やっぱそのコラボでも、うん、こうただこう組み合わせるんじゃなくて、その中やっぱり、うん、本気のコラボがそう多いですよね。本気のコラボが多い。ちょっとロゴ載せましたとかじゃなくて、うん、本気でこう作ってきてる感じはありますよね、うん。そう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 。なんか今までのコラボってね、本当に今言った通り、なんかちょっと変えただけ、型は全く一緒で、ちょっとロゴを変えたとか、うん、そんなレベル感が多かったんですけど、最近のはもう全然もうデザインも変わっちゃってたりとか、本当に新しいものを生み出してるなっていうのがあるんで。結構多分そこら辺は分かってきてるっていうか、今までの簡単なコラボだと、まあ、うまくいかないなっていうのが分かってきてるんだと思うんですよね。でそれを見据えてもう本気の全く新しいものを一緒に生み出そうっていうのがなんか意欲は感じますよね。そうですよね、うん、でも、まあ、もちろんその今後本、ファッション業界じゃなくて、うん、やっぱりあらゆる、ね、業界で、うん、そういうコラボが起きると思うんですけど、そうですね、そう中途半端にコラボするんじゃなくて、そうですね、うん、今後は本格的なコラボっていうのが重要なんじゃないかなと思いますね、うん、だから軽はずみにアパレルをこう仕入れてやろうとかじゃなくて、うん、どっかのお店と組むっていうのが一番いいコラボなんじゃないかなと思います、広島行ったらカープタクシーが走ってましたよ。なんか全然それコラボとかなんか分かんないですけど、はい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 、あれで、いやでもそれもね組み合わせることによってやっぱ相当面白かった、新しくなりますよね。ただのタクシーよりもカープタクシーが走ってっていうところで、まあ一つそのコラボっていうのはっていうとこですかね、まあ、2018年に向けても、うん、大きなポイントになりそうですよね、うん、他にはなんか気になった出来事っていうのはありましたか？そうですね、まあ、あとは僕はまあ音楽好きなんで、まあ、ヒップホップ、特にヒップホップの業界の流れを見てると、まあ、なんか二極化してるなっていうのを感じてますね。二極化、はい。で、まあ、どう二極化っていうとこなんですけど、まあ、やっぱりヒップホップだと今ってこうトラップ系みたいなのが流行ってて、その、まあ、そういった最先端のヒップホップ音楽っていうものを追い求めてる、その A$AP ロッキーとか、まあ、そこら辺の集団もそうなんですけど、とあと、そう、あとは何ですかね、そのエド・シーランとか、まあ、そういった有名どころとコラボしたりとか、あと有名なその4つ打ち系の DJ とエレクトリッ
系の DJ とコラボしてたりとか、はい、ハウス DJ とコラボしたりとか、まあ、そういった最先端のヒップホップっていうのを求めてる人たちもいれば、かたやその昔に90年代とか80年代の頃のヒップホップを思い出させるような、古いヒップホップにこうなんていうのかな、初心に帰るじゃないですけど原点に立ち返るような、音楽を出してる、曲を出してる方たちも増えてるなっていう感じますね。ああ、そうなん、曲化が進んでると。そうですね、まあ、特にまあ僕の好きな西海岸らへんのヒップホップのアーティストたちは、そのダズ・デリンジャーとか、まあ、MC8 とか、まあ、そういった有名どころがベテラン勢がいるんですけど、まあ、その人たちはまあ特に、まあ、ずっとまあ割と古い曲をずっと出してるんですけど、古き良き曲を出してるんですけど、まあ、さらに最近はそこら辺を感じるなっていうですね。うん、それもやっぱりそのヒップホップ業界の、うん、ある種停滞感みたいなのがあったわけですか。うん、ありましたね。打ち破りたいっていう、うん、やっぱ一時期そうですね、ここ何年前ぐらいかな、5、6年前、7年前ぐらいですかね、ちょっとこう停滞してるというか、いまいちこう新しいものが生み出てない感じがあったんですけど、やっぱそこをこう ASAP ロッキーだったりとか、そこら辺の集団とかがまあ新しいのを開拓したっていう部分もあるし、まあ彼らの活動自体も結構新しかったりもするんですよね。あの集団としてそのヒップホップ音楽だけじゃなくて、その服だったりとか、特に ASAP とかだとディオールのあのモデルみたいになってたりとかもしますし、まあ、そういったいろんな、ビジネスとかカルチャーと組み合わさったやってたりとかもするんで、まあ、そういうところもありながら、でもそこに対してのずっとカウンターカルチャーというか、ヒップホップの中でも多分、いやヒップホップっていうのはこういうもんだろうっていうやつらも多分いて、でそういった古き良き音楽を今提供してるって人たちもいるんですよね、うん、逆にもう音楽だけにこだわってやるのがヒップホップだろうって思ってるのか分かんないですけど、まあ、逆に僕らみたいなそういう音楽ヒップホップ好きな人、特に古いヒップホップが好きな人はそういうのを求めますし、うん、でも新しいヒップホップが好きな人たちはそういった、さっき言ったような新しいヒップホップを求めますし、うん、まあ提供する側も求めてる側もなんか二極化してきてるのかなっていうのは感じますよね。で、まあ、まあ先ほどのファッション業界のようにこう多ジャンルとこう、うん、コラボするとこもあれば、うん、原点に変えて、そうですね、行くものがあれば、うん、だからなんかこの間テレビ見て面白かったなと思ったのは、昭和自転車、昭和の自転車にを売ってるお店があったんですよね。昭和自転車、しかもそれが外国人が売ってたんで面白かったんですけど、昭和の日本の自転車外国人が売ってたんです。なんかこう昔ながら、なんか昔のなんかレトロな博物館とか行ったら置いてありそうな自転車、まあ、なんか結構かっこよかったんですけど今見ると、それだけを取り扱ってるお店とかなんかやってて、うんうん、まあ、それもなんかある意味原点というか、昔に確かに今ってすごいねロードレースラーみたいな ね最新の自転車、速く走れる自転車が増えてますけど、結構みんなロードバイクとか、ロードバイクか、バイクとかね、結構街乗りで乗りますよね、多いよね。だそんな中で、うん、いやこっちがすごいんだ、全然スピードとか多分出ないとは思いますけど見た目も良かったりとか、はい、なんか古き良きっていう、やっぱりこうある程度業界が成熟してくると、うん、やっぱそのなんていうんですかね、分裂じゃないですけど、うん、こう客を行くというか、ね、客を行くというか、そういう流れになるんですかね。なると思いますね。だってあれも今ってね、こう音楽とか Apple Music とかで、うん、こう無料で、無料というか毎月のね980円とか払えば聴けるわけじゃないですか、うん、あれもなんかカセットテープ屋さんみたいなのもなんか流行ってたりするわけですよね。あ、LP が逆に、あ、LP とかね、今売れてるって言いますよね、うん、レコードとか、やっぱそういった古いものがいいっていう人がやっぱいるんで世の中にはね、うん、なるほどですね、うん、まああれですよね、その逆にというかインターネットがこんだけ普及したから、インターネット断捨離のなんか、うん、イベントとかもね、うん、ありますし、そうそうそう、ネット使わない日を作ろうとか、うん、まさに時代っていうのはこう動いていくわけですね、うん、だから一つそのお店をやる上でも逆にこう原点に立ち返る、その業界の原点に立ち返るみたいなお店をやってももしかしたら面白いかもしれないですよね、うん、逆にそう、僕なんか今24なんですけど、うん、そのじゃあすごい古臭いとこやとかあったら逆に、そうそう、新しいからそうですし、それを相当売り出してるお店があったらね、それで集客はちゃんとなんかがっつりちゃんとやれててって言ったら結構行きたくなる人いると思うんですよね。そうですよね、うん、
そうか、じゃあやっぱりそのでも店舗業界でも今後自分のこう立ち位置というか、うん、まあ、売りというかをやっぱ明確にこうもっと考えないと、うん、それこそリビオイスなんかもやっぱり三藤さんもねいつもおっしゃってますけど、うん、似たようなサロンも多いですしね、うん、はい、その中でやっぱり飛び抜けていくところって、うん、まあ、売りがね明確だったり、うん、まあ、もしくはインスタとかですごい流行るとか、うん、そういう戦い方もね考えていかないといけないっていうところですよね。そうですよね、うんうん、まあやっぱ価格のね二極化も最近進んでるわけじゃないですか。安いものと高いものと、これすごいはっきりしてきてるかなっていう、うん、そうですね、うん、なんだこう無料でねこう販売しちゃってるようなものがあったりとか、そうですね、逆にそれを同じ全く同じようなものだけど高くめちゃくちゃ高く売ってるところもあれば、そんなお店とかもね増えてきてますしね。そうですね、うん、もうあテスラっていう車のメーカーがあって、はいはいはい、アメリカ、まあ、電気自動車専門で、はい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 、そこも面白くってこう高級な電気自動車専門なんですよね、うん、それで昨日も新しいのが発表されて、それが2020年に出るんですけど、うん、スポーツカータイプで、うん、これ2000万なんですって、うん、で今から予約できるんですけど、うん、前金で600万ぐらい入れないといけない予約するのにだと高いグレードのもあって、はいはい、iPhone8 と10みたいな で高いモデルは3000万ぐらいで、それは全額入金しないと今の時点で買えないっていうか予約できないんですって。まあ、テスラのクラウドファンディングだなんて言われてるんですけど、うん、なんかやっぱり高く振り切るっていうのが、うん、こう面白いですよね、うん、そう思いますね。なんかそれね安くしないと、まあ、その中でやっぱりじゃ安く安い電気自動車を作ってるメーカーもね、うん、もちろんありますけど、うん、なんか自分の立ち位置ってすごい考えた方がいいなっていうのが思いますよね。なんかこう売りとかがあんまり作れなければね、もう価格で振り切るっていうのも一つだし、うん、もうすごい場所で振り切っちゃうとかね、もう無人島にだとかまあ極端な話ね、まあ、そういったなんか振り切ることは必要ですよね。そうですよね、うん、やっぱりね、その自分自身がどうなっていきたいかっていうのを考える必要が、うん、そうですね、より出てくるんですよね、うん、逆にその自分はねどうしたいかっていうことをちゃんとこう考えて、まあ、それをこう具現化さえできれば多分共通して思ってる方々っているんで、うん、そこが必ずファンにはなってくれると思うんですよね。キンコングの西山さんとかすごい最近話題ですけど、すごいですね、やっぱり発言もね尖ってるし、そうだねまあ、ホリエモンさんとかもそうですけど、うん、やっぱね過激で、うん、ですけどやっぱそれを求めている人って、うん、やっぱインターネットの時代だからっていうのはあるんですかね。そうだと思いますね、まあ、これだけ情報を、ね、発信できる人が増えちゃってるん で、うん、でその情報発信ができる人の中でどうエッジを効かせるかっていう考えるしかないと思うんですよ。でそこら辺がやっぱ西野さんとか、まあ、ホリエモンさんとかうまくいってるんじゃないですかね。そうですね、うん、昔だったらテレビとかしかなかったわけで、そうですね、まあそこに出れば、まあ出るのが大変ですけど、うん、出ればね勝てるっていうところがあったかもしれないですけど、今はそういう時代じゃなくなっちゃってるかなって感じですよね。やっぱインターネットの業界を見ても、この2017年、うん、変化っていうのはなんか感じましたか？そう、特にまあインスタグラムじゃないですかね、まあ、インスタグラムがやっぱここまで人気が出るとは思ってなかったというか、2017年ですよね、こう爆発的に多分爆発したのは、もともと結構長いですけど多分こんなに、ね、爆発したのは2017年だと思いますね。最初の頃のインスタって本当なんかそれこそ iPhone しか使えなかったじゃないですか。そうですね、それで本当なんかおしゃれな人だけが使ってるみたいな、うん、写真好きだけが使ってるみたいな、うん、なかなかねこう使ってる人ってあんまりいなかったと思うんですけど、うん、本当に今プロフィールにね、うん、インスタのフォロワー数が何人ですみたいに載ってたりとか、うん、本当にインスタにみんな注目してます、ね、してますね。だからインスタのフォロワー数で権威がつくような時代になっちゃってますよね。まあ、買う人がいたりね、フォロワーを買う人がいたりいますけどね。まあああいうのを見てても、まあでもやっぱインスタグラムとかってね、すごくこうビジュアルというか、まあ、見た目がすごく重要になってくると思うんですよ。自分のそのタイムラインとか、そうですね、全てをこう見て。その一貫性とか世界観がある人っていうのがやっぱ好まれるかなって思うし、まあ、そういうのは、まあ、今後お店をやる上でも
参考にはなるんじゃないかなと思いますけどね。伊藤さんから見てその今インスタでこうどんなコンテンツというか、うん、人とか写真が受けてるのかなっていうのはなんかその、うん、今こう時代感を感じる上でなんか思うことっていうのはありますか、うん、そうですね、どうなんだろうな。まあでも当然まず一個言えるのは相当なイケメンとか、うん、その容姿端麗な人は、まあ、当然やっぱフォロワーも多いし反応もいいなっていうのは感じますよね、うんうん、でもそこにはね僕らはいけないので、じゃあそうじゃないパターンの方で注目されてる人たちって言ったら、でも全部がやっぱさっきもちょっと言いましたけど一貫性があるかなっていうのは感じますよね、うん、全てそのカメラフォトグラファーさんとかだったらもうその普段の自分の日常とか全然ないんですよね、そのタイムラインには。うん、もう自分の撮った写真しかないし、はいはいはい、その写真も全部がこう色合いだったりとか加工の仕方だったりとか、もう全部こう一貫性があるっていうか、うん、まあそういった人がやっぱりフォロワー数も多いし、まあ、フォロワーも買ってるじゃないのってのが分かるのはやっぱりいいねも当然多いしコメントも多いっていうのを見ると分かるんですけど、うん、そういう人が今はやっぱフォーカスされだしてるかなっていう感じですかね。なるほどですね。うん、まあなんかこう、まあ、二藤さんもね、例えばじゃあお店の集客で、うん、じゃあブログを書く上で、うん、その、まあ、お店の話とかそのスタイル写真とかの記事もあれば、うん、なんか日常生活の何食べましたとかっていう記事もあったりするお店が多いけど、うんはい、それまああんま微妙かなっていう話もされてますけど、うん、やっぱりそういった時代の流れもあって、うんまあ、一貫性売りが明確だからこそ、うん、そういうブログの運営をしましょうというところなんですかね。うん、まあ、そうですね、まあ、すごくブログ、まあ、ブログに関しては、まあ、それももちろんありますし、まあ、検索エンジンの対策を考えると、うんまあ、SEO 的なことを考えると、うんうん、専門的な話だけをしといた方がいいと、うん、いうとこですかね。なるほどですね、うん、上がりづらくなってしまう、上がりづらくなっちゃう、なるほどですね、うん、余計なことはいらないっていう感じですそこはやっぱ Facebook ぐらいがいいのかなって感じですね。まあそれぞれやっぱ媒体によって特性があると思うんですけど、うんまあ、ブログだったらやっぱりその、ね、SEO 対策のためにやってると思うので、そこに特化した記事っていうものを書く、うん、で Facebook っていうのは割とこう親近感だったりとか共感性とか、まあ、友達っていうね、フォローとかフォロワーじゃなくて友達っていう言葉にも表されてると思うんですけど、やっぱあそこら辺は共感性親近感を求められるような記事っていうのが重要になってくるかなって思うんですよね。共感性と親近感、親近感、うん、逆にインスタグラムって、逆でもインスタグラムがじゃあなんであんな伸びてるかって言ったら、やっぱその身近ななんか、まあ、AKB48 じゃないですけど近そうでこう遠いというか、うんまあ、そういったまあアイドル的存在とか自分のヒーロー的存在というか憧れる存在っていうのを求めてる人が多分多いから、うん、あれだけインスタグラムがこう人気が出てると思うんですよね。だそこをどう勝ち取るかっていうところで、しかもまあでも日本とか世界規模で考えるんじゃなくて、その自分のお店のあるエリアとか地域内でそういった存在になればいいだけなので、繁盛するにはで、そういう意味で、インスタグラムだったりとかもそうですし、お店を作る上で参考にするといいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。じゃあもしじゃあすごいこう顔がかっこいいとか、うん、なんかスタイルがいいとか、うん、っていうのもインスタとかで多分勝つ上でも大事なんだけど、うん、ただそれだけじゃなくて、まあ、共感とか親近感、うん、その、まあ、本当にどんなキャラクターを自分も作っていくかっていうのが大事になるんですかね。そうですね。なんか面白いのはこう顔を全然載せてないけど服装だけ写真アップしてる人とか、はいはいはい、一切全部どの画像を見ても顔は出てないんですよ、絶妙に隠してるで格好服装をうまく見せてるみたいな写真を撮ってる人がいるんですけど、あれはすごく気になるんですよね、うんうん、でなんかフォロワーもすごい多かったりもする、はいはいはい、それは多分その人の顔が見えないけど想像しちゃってたりとか、うんうん、ただおしゃれだからもちろんそれも気になって、うんうん、なんかそういうのでファンが増えてるのかなと思うんですけど、そういった一貫性の作り方というか世界観の作り方っていうのもあるし、だから顔がね、まあ、僕みたいにこのブサイクだろうがやりようはいろいろあるなとは思いますけど、そうだからいかに何ていうのかな、ブランディングというか独自のブランディングっていうもの、その地域、皆さんのお店がある地域内でそのインスタグラムだけじゃなくてお店作りにおいても考えていく必要があるかなって思うんですよね。でその上でやっぱ売りっていうものがないとそのブランディングかっていうのはできないので、
そこを考えてほしいかなってところですかね。確かに、まあまあ、もうねちょっと時代はあれまだまだトレンドなのかな、 YouTuber とかって別にね、うん、みんなイケメンなわけじゃないし、うん、そうそうそう、なんかキャラクター大事ですし、ね、うん、キャラクター次第で、なんか僕はなんか瀬戸康史さんっていう人が好きで、はい、ガジェット系紹介してるんですけど、うん、別に普通の30代のおじさんなんですけど、なんかキャラクターがね面白くて見てるっていうのもあって、う、うん、自分がどういう、うん、どういうスタイルでいくのかっていうのを考えないといけない。それだってね、なんか瀬戸康史さんが常にやっぱ同じような、うん、あのキャラクターで毎回動画を発信してるから面白いわけじゃないですか。 そうです、ね、それがなんか時には元気で時には辛いとかそういうキャラだったらいいですけど、時には全然ガジェット系じゃない話とかねされちゃったら、そうです、ね、ちょっとブレちゃうから、そうですね、うん、そこら辺が意外とこう意識無意識的にブレちゃってるお店って多分あると思うんですよね、うんうん、なんかなんていうのかな、こういった女性をターゲットにしてるお店なのに店の雰囲気はこんな感じにしちゃってるというか、うん、違うとか、とかっていうことが、スタイル写真の感じも全然違う、違うとか、スタッフさんの服装とかもなんか全然違うとか、はいはい、髪型とかも全然違うとかっていうところのなんか無意識的なブレっていうのを意識的になくしてほしいなと思うんですよね、うんうん、それがブランドにこうつながっていくかなと思いますし、それが一貫性となって、いろんな人が興味持ってもらえることにつながると思うので、そこら辺ちょっとやってほしいですよね。やっぱ売りなんですね、うん、根本は基盤には売りがあると思いますね。時間は長いんですけど、ちょっともうちょっと行きたいと思うんですが、はい、なんか他にもなんか気になる動きっていうのはありましたか、はい、他にはそうですね、でもアベマ TV ですか。アベマ TV はなんかこう、あれいつローンチというか始まったんですか。あれはでも2017年じゃないですか、もしかしたら、ね、うん、なんかすごいなんかそのとんがった企画がやたらやってて、すごい注目集めてますよね。そう、亀田光輝に勝ったら100万とか、うん、何あ、まああのスマップの3人の企画とかも、うん、そうですね、本音 TV とかねみたいですけど、結構二度さん見ますか。本音 TV をちょいちょい見ましたね、うん、やっぱ72時間やってるんで、はいはい、見れるタイミングもね多少あったの見ましたし、亀田光輝のも見ようと思ったら止まっちゃってて、フリーズしちゃってて落ちちゃった、あまりにも多分観覧数が増えちゃってサーバー落ちちゃったりとか、あと極楽とんぼのねちょっと前だと山本さんってちょっと不祥事があってテレビ出れなくなってましたけど、あの人を使ってこうテレビ極楽とんぼでテレビ番組やってたりとかっていうのとかですかね、まあ、そういったなんかテレビっていうね、実際にあるテレビとの差別化っていうので、テレビでは今ってこういろいろ倫理的な問題でなかなか尖った企画とかできないんですけど、まあ、それをアベマ TV はやることによってあれだけこう流行っちゃって、今だと普通に広告とかねテレビ CM みたいなのも流れるようになってるんで、多分そこからの広告収入とかがアベマ側は出てるんじゃないかなと思うんですけど、すごい上手いやり方をしたなと思いますね。あれもなんかテレビ朝日と組んでるんですけど、まあその、うん、まあね、まあ、今までのコラボっていう意味とはちょっと違うかもしれないですけど、うん、やっぱりちゃんとプロを入れて、うん、ネットの企業だから、うん、なんか自分たちでやるとかじゃなくて、うん、やっぱりしっかりとクオリティも出してるっていうのがすごく勉強になりますし、うん、そうですね、どうですかその普通のテレビとアベマ TV と、うん、なんかこう番組の中身とか企画とかの違いって感じますか。感じますね。やっぱりこうなんていうの、そこもやっぱ僕が言ってるよくそのカウンターカルチャー的なあの感じは感じるんですよね。あのやっぱり論文の淳さんとかっていうのは本当そのテレビの今のこう倫理と問題とかの限界をすごく感じてるっていつも言ってるんですけど、まあ、それをこうあの人の番組とか結構ギリギリなロンドンハーツとか、はい、ギリギリじゃないですか。まあ子供には見せないって感じですよね。でもあれも多分もっとやりたいはずなんですよね。そうです、ね、うん、だそれをアベマ TV っていうものができたことによって、まあ結構ひどいあの企画とかあるんですけど、す僕とかはやっぱそういうの好きなんですよ。でやっぱそういうのが好きな人たち、昔のテレビが好きだった人たちとかって多分その求めてると思うんですけど、まあ、そういう人たちがアベマ TV に多分見る人も増えるだろうし、まあ、若い子たちってねスマホを皆さん持ってるし、あのそこでこう YouTube 見たりとかそういうのを見れるのが普通になってるので、うん、まあ、そういう子たちにとっても無料で見れる媒体なので、まあ、相当こうファンは増えるだろうなっていうのは見てて感じますよね、うん、あとはやっぱヒップホップとか
全国のねテレビ番組とかだとヒップホップってあんまりやっぱりちょっとコアなニッチなカルチャーなんで取り扱われないんですけど、まあアベマ TV のね人の藤田さんっていう、まあ、社長さんというか代表の方がヒップホップが好きだっていうのもあるんですけど、それでヒップホップ番組があって、で僕のまあ知り合いの方とかも出てるんですけど、その DJ が回してる時間とか結構長い時間やってて5時間とか6時間とか何人も DJ が出てきてやってたりとかするのを見ててすごい面白いなって思いますよね。あとなんだ釣り番組とか、うん、K-1 のその番格闘技の番組とか、なんかすごいテレビだけでは扱われないような、テレビだともうほんと深夜枠の番組とかが、まあ、アベマではすごく普通に流れてるなっていうのは感じますよね。うん、じゃあやっぱりまあネットメディアだからこそできるこうニッチな企画とか、うん、でこうまあ確実にそう作ってるっていうですね。うまくこうネットの良さとあとテレビの良さをうまく使ってるなって思うんですよね。ネットのその2ちゃんみたいなあの書き込みもできるんですよね、テレビを見ながら。あ、そうなんですか。そう、いろんな人がコメントしてるのが、まあ、名前は出ないんですけど、それ面白いですね。そうだから出るのもあれもうまいなって、なんか参加してる感覚味わえるし、うん、あれはニコニコチャンネルでしたっけ、ニコニコ動画、ニコニコ動画とか、はいはい、ああいうのの良さをうまく利用したのかなっていう。もちろん見ないように設定をすれば見なくて済むし、はいはい、それを見たくて自分もコメントしたければそれを見れるしっていう機能がついてるんで、うん、組み合わせてるんですね。そう、さっき伊藤さんも教えてもらったんですけど、アベマ TV はその YouTube みたいにこう早送りっていうんですか、はいはいはい、こう何分何秒に飛ばすとかできないんですよね。できないですね。そこはなんか面白いなと思ったら、なんか普通ネットだ動画見るとなんかできると思うんですけど、うん、やっぱそこはテレビらしさを残してたり、うん、あえてこう不便でもテレビ感をちゃんと出して生放送でやってるっていうなんか、やっぱりその何ですかね、こだわり方というか、うん、過去の動画見れないんですよね。見れないですね。それもなんか面白いですね。まあ再放送ってして流れてますけど、はい、でもそれはテレビもそうじゃないですか、はい、再放送で流れるのと、なんかこう過去の放送みたいなこうアーカイブが残ってるわけじゃないですか、ね、うん、ないですね。あえてテレビらしさの、うん、なんかこうある意味こう不便さを残してるっていうのが、うん、面白いとこですよね。うん、すごい面白いですね。だから逆にそのアベマ TV のを動画撮って YouTube に上げてるやつも出てくるでしょうね見たいですよね。うまくだから他とこう交わらないようにっていうか被らないようにうまくやったなっていう、さすがだなって感じもしますけど、うんうん、やっぱりそういうところからも店舗にも活かせるし、うん、なんかこう、まあ、ニトさんもねずっと多業種業界から情報を取りましょうっておっしゃってると思うんですけど、やっぱりそういう情報を取るからこそ、うん、その店舗業界とか、うん、理美容室とか飲食の業界の中でも違った存在になれて、うん、繁盛にもつながるっていうことですよね。うん、そうですね。やっぱ仕事だけにこう、うん、フォーカスしてるとこう世の中のこう流れとか最先端の情報って取れないんですよね、うんうん、なんで割とこう道を外してというか、まあ、全然異業種の特にそういった、まあ、テレビ業界とかもそうだし IT 業界もそうだしファッション業界音楽業界っていうのは本当最先端な、業界だと思うので、まあ、そういったところがどういう今戦略でやってるのかっていうのは注視しといた方が、まあ、それを自分のお店に使えることって結構あると僕は感じてるので、皆さんもそういったところをこう参考にしてほしいなと思いますけどね、うん、はい、やっぱりね人それぞれ好きな業界って違いますからね。そうですね。でそこを見ながら自分の業界にどう生かすかとか考えたりとかしてほしいと思います、うん、はい。そしたらじゃあ最後に、はい、やっぱ2018年に繁盛する上で、はい、今までこう話してきた内容も踏まえて、はい、なんかこういうとこを意識したらいいんじゃないっていうのを、はい、まあ、総括じゃないですけど、はい、なんか教えていただいてもいいですか。はい、そうですね。まず1個はその本格的なコラボですかね。本格的なコラボレーションっていうのを考えた方がいいかなっていうことですね。でもう1つは何ですかね、なんかあったかな。コラボレーションと共感とか、共感、あと二極化っていう人が話してた。そうですね、二極化ですね、うん、その二極化は考えた方がいいですよね。自分がどっちに行きたいか、どういう方向性で今後やっていきたいのかっていうのを考えて、その価格の二極化だったりとか、あとはその古いものを自分が好きでそこを求めるのか、それとも新しいものを求めていくのか、
そこら辺の吹っ切るっていうところの部分ですかね、その二極化っていうのは今後自分の店をやる上で考えた方がいいかなっていうところですかね、うん、あともう一つどうですか、なんかあれば、あもう一つで言うと、まあ、地域でナンバーワン店になるにはその一貫性をしっかりと作るっていうことですかね、うん、今ってそのインスタグラムが流行ってる背景にはやっぱりこう AKB48 みたいなそういった存在を求められているところがあると思うので、まあ、そこの、一貫性っていうものを作って、別に容姿端麗じゃなくてもそういったものが作れるのでしっかりと自分の世界観っていうものを一貫して作っていくっていうことですかね、はい、まあまあ、そういった、まあ、世の中の流れを見て、うん、まあ、自分の繁盛戦略を作りましょうっていうことですよね。はい、わかりました、はい、ちょっと長くなってしまったんですが、はい、皆さん、ね、来年の指針と、して参考にしていただければと思います。はい、はい、じゃあ伊藤さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。